親父さん、こんにちは。あかりちゃん、いらっしゃい。ん？どうしたの？親父さんが、まともなので。少し、いえ、かなりびっくりしました。人をなんだと思ってるんだい。ごめんなさい。ところで、今日は、この前の続きってことですが。この前の続きって、やっぱり僕のことを。昨日はボケ。今日は、心霊スポットの続きを聞きに来ました。あ、そっちの話ね。そんなあからさまに、がっかりしないでください。仕方ないから、話をしてあげようか。毎回、疲れますね。さて、今回は心霊スポットその2ということで、こんな話を用意したよ。ママコ滝は、小林市のスキムランドにある滝で、多くの県民が知っていると思うが、この、ママコ滝には有名な伝承がある、話の内容はこうだ。その昔、四季村の山深い滝の近くに若い木こりの夫婦が住んでいた。彼らには一人の可愛い女の子がいた。山の中の一軒家でも、親子水入らずの生活はとても楽しいものであった。四季に移り変わる周囲の景色を眺め、日ごとに成長していく我が子の将来を思い浮かべながら、元気に働けることは夫婦にとって何よりの幸せと思われた。しかし、その幸せは長くは続かなかった。妻が、ふとした病が元で、幼い娘を残して帰らぬ人となってしまったのだ。平和で楽しかった生活は一瞬にして壊れてしまった。幼い娘を連れて飲み山での仕事はあまりにも無理があった。毎日の生活さえ男一人の手では思うままにならない。そこで、やむなく軒沿いを迎えることになった。娘はやがて6歳となったが、後入りの母は娘が邪魔で仕方がない。何かにつけてはきつく当たっていた。娘にとって頼りの父は朝早く家を出て、夕方遅く帰るので、ママ母と終日暮らすより他になかった。ああ、お母さんが生きてくれていたら。子供心に、今は帰らぬ母親を慕って何度泣いたことであろうか。ある昼下がりのこと、野良仕事を終えたママ母と娘は、滝の上の岩に並んで滝を見下ろしていた。いつもは娘を憎むママ母も、その日だけは優しく、シラミでも取ってやろうかね、と言いながら、娘を膝に引き寄せ、髪を溶かし始めた。すぐ真下の断崖を落ちる滝の水は、白竜が踊り狂うように地響きを立てていた。このママ母に恐ろしい企みがあろうなどとは、梅雨ほども知らない娘は、嬉しさで無心になって、自分の帯とママ母の帯の端とをしっかりと結んでいた。その時、心を見計らっていたママ母は、自分の膝に寄り添う娘を渾身の力で滝壺に突き落とした。しかし、先人の滝壺に落ちていったのは、痛い気な娘とその子を憎んでいたママ母の二つの塊であった。それ以降、人々はこの滝を、ママ子滝、と呼ぶようになった。というのが、よく知られた伝承だ。かわいそうな話です。という言い伝えとは別の話、今日の本題はここからだ。本題？今はネット社会だからね、こういう話を見つけた。一級河川、本庄川、の上流に建設された、綾南ダムは、小野集落及び同地に伝わる恐怖の伝承を、ダム湖の底に沈めたと言われている。ダム完成以前は高さ40メートル超の雄大な滝だったが、小野湖の誕生に伴い一帯は20メートルほど水没、現在の規模になった。先ほどの話は、室町時代から戦国時代にかけて、繰り広げられた悪夢の歴史を上書きすべく、意図的に広められた噂であり、事実ではない。そして、綾南ダム建設に伴い同地を去った元住民たちだけが、本当の伝承を後世に伝えている。幼少期、1953年、に同地を離れた老婆曰く、ダム湖の底に沈んだ小野集落の外れに、豪族の処刑場と拷問場があった。また、河原近くに数千人を祀ったと言われる首塚も整備され、幽霊の出没地とよく噂になっていたが、水の底に沈んでしまった。しかし、綾南ダム完成後も、霊の目撃情報が相次ぎ、私を含む元小野地区の住民は、処刑された死者が首塚を沈められたことに怒っている、と考えるようになった、という。河原が処刑場に使われていた、という話は珍しくない。乱世の世にあっては、常識と言って良いほど当たり前の話である。老婆が受け継いだ資料には、豪族たちは敵兵や罪人を同地の河原で拷問、処刑し、遺体は家畜や野犬の餌にしたと記載されている。また、供養は一切行わず、肉片や骨、処理しきれなかった臓物はママ子滝の滝壺に遺棄したという。当時、敵兵、敵国、は、自国の領土を脅かす悪鬼であり、敵国の領土で生活する者は、犬や猫、家畜であろうと敵と考えられていた。結果、戦国時代に入ると、南薩摩のあちこちで虐殺が日常的に行われた。
ママコ滝は高さ40メートル超の巨大な滝だった。岩場が剥き出しになり、落ちたものはまず助からない。そこに目をつけた一部の過激な輩は、敵兵及び罪人を全裸にし、滝頂き部からダイブさせた。岩場に体を打ちつけつつ落ち、ひどいものは臓物や脳症をぶちまけた。派手な死に様を晒した者ほど喝采を浴びたといい、ダイブは住人のエンターテイメントになった。同地及び滝周辺で目撃される例は、滝の頂き部に佇む男、おのこから十数名の男女が這い出てきた、など。拷問の末処刑された者は、恨みつらみを現世に残す。また、首塚に葬られた者も、墓がダム湖に沈んだことを憤り、水の底から姿を現すようになったのかもしれない。綾南ダムの麓に整備された、スキムランド、の大吊り橋は、心霊が集まるホットスポットと噂されている。また、飛び降りる人を見た、という目撃情報が相次ぎ、警察の大規模捜索に発展したケースもあるようだ。この話は本当なんでしょうか？本当だったら怖いです。本当かは定かではないが、噂があるという程度で考えておいた方が良いかもしれないね。ということで、今回は心霊スポットその2を話してみたがどうだった？はい、今回のも怖い話で、今夜眠れないかもしれません。だったら、僕が添い寝をしてあげようか？このセクハラ親父が。セク、親、は、無視して。人を、某人気バンド風に呼ぶのやめてくれませんか？宮崎不思議発見。宮崎の心霊スポットその2をお送りしました。それでは、次の動画でお会いしましょう。またね。